ず一つ目、はい、まず肌身離さず持っているものは、携帯。今集めているものはありますか？ポケモン。今朝起きて最初にしたことは何ですか？携帯。あ、お風呂入った。シャワー朝じゃん。部屋の自慢は？部屋の自慢、不自由がない。コンプレックスはありますか？コンプレックス、ありますよ、顔。男性を見てるときに最初に目が行くところは？ヒゲ。ヒゲがあるかないかどうか。アンチに言いたいこと。アンチに言いたいこと、アンチ、アンチ、気にかけてもらえて嬉しいなみたいな感じ。明日急遽休みをもらえたら何します？ひたすら寝る。仕事中に起きた最大の失敗談。でも写真集の撮影の時にポロリした、ガチポロリ。最後の質問です。自分の一番自信のある表情をカメラに向かって。はい、ありがとうございます。じゃあこれを一個ずつ掘ってくるんでね。もうやだー。もう嫌い。肌身離さず持ってるの携帯ですけど。携帯ですね。ちょっとありきたりな答えになっちゃったな、反省点。基本的に何するんですか、携帯で。ツイッター、はい、インスタ、お、 YouTube。 今時、仕事ですからね。 SNS とかほぼ仕事の内容ツイートするじゃないですか、はい、仕事してます。今朝はシャワー。シャワー、とりあえず携帯いじってシャワー行きました。それルーティンですか？ルーティンです。もう必ず朝起きたらシャワー浴びて。朝風呂。朝風呂派？夜あんまり入らない。え？夜あんまり入らないな。夜、多分この後も家帰って編集してご飯食べ行って帰って着替えて化粧落として歯磨いて、私の自由な時間になりますね。え？部屋の自慢？部屋の自慢、不自由がないところ、まあ、実家なんですけど、はい、隣リビングだし、なんか食べたかったり飲みたかったりしたら取り行きゃいいし。もうリビング今 リフォームっていうか模様替えをして、はい、新しいソファーとテレビの位置が変わったんですよ、はい、もうニートが生活できる空間を作りやがって、うちの親が。もうだから携帯でなんか飛ばして、ファミリールームでめちゃめちゃでかいテレビがあって、ニートになれよって言ってんだなと思って。でもそこでひたすらアニメ見てますね、つなげて、うん、コンプレックス変わるんですか？いや、はい。ほら、って顔。そんな可愛いですか？嫌だなと思うところはありますよ。もっと鼻高くなりたいなとか、顔ちっちゃくなりたいなとか、歯並び良くなりたいなとか、めっちゃ出てきますよ。男性見るときに目が行くところはヒゲ。ヒゲ、ヒゲ。マネージャーさんヒゲ生えてますけ ど、好きなヒゲがあるってこと？いや、ない方がいいんですよ、ヒゲ。ヒゲ本当に、ここで言わせてください、はい、ヒゲ生えてる人マジでちゃんと洗ってくださいって感じ、ヒゲを。え、どういうこと？ヒゲって、はい、実はめちゃめちゃ汚いんですよ、はい、食べ物とかこうやって食べるでしょ、全部食べかすがこっちに行くんですよ。生えたことあります？ないです。ないですよね、なんでわかるんですか？なんかそういう記事を見て、そっからヒゲ生えてる人嫌いになって、嫌いっていうか、なんかちょっとそういう風な目で見ちゃうんですよね。食べ物とか食べたりで、ラーメンとかすすってさ、油とか絶対飛んでるっしょって思いません？この辺に。私もたまに飛ぶのにさ、それで拭くのにヒゲ生えてたらそれも気づかないじゃないですか。例えば顔がタイプでも、もうヒゲ生えてたらダメ。ちょっと嫌ですね。まあ、似合ってればいいと思いますけど、ちょっとやっぱ清潔感、やっぱ一日ワンプッシュでこうやってちゃんと洗わなきゃいけないっていうのはちょっと忘れずにいてほしいですね。アンチ。アンチね、本当にね、アンチで傷ついたことは正直私は一度もないんですよ。アンチになんか批判とかされて傷つくことはもう一切なくて、はい、むしろありがたいですね、気にかけていただけることが。え、この長い芸能生活でアンチに傷つけられたことないの？ない。ありがとうございますって感じ、本当に気にかけていただいて。急遽休みをもらったら寝るって言ってましたけど、寝るっていうか、はい、夜更かしして、夜更かししたい、はい、でもう朝方まで起きてて、それで寝て夕方とかに起きたい。夜更かしは何して？夜更かし、アニメとかゲームとかポケモンとかしたい。あ、ポケモン。ポケモンって、え、もう出たやつ、この前スイッチアホほどハマってやってる。
とかして起きて、夕方起きました、何します？夕方起きて、はい、お風呂も入らずにまたゴロゴロしたい、ずっと。仕事中に起きた最大の失敗談。いや、この前本当にこのセカンド写真集キョンユーなんですけど、はい、一発目黄色い水着を着てるんですけど、これで犬がいて、海にビーチで、はい、で犬とちょっと戯れてたんですよ。それで犬に寄り添って私がこうやって横になったりして、でその瞬間に多分水着がもうバーンってなったんですよ。バーンっていうのはポロリ。ああ、はい、でちょいポロリとかじゃなくて、はい、もうがっつりポロリ、はい、一発目からですよ、はい、それも写真集最初の1枚目からポロリしてて、はい、でも私気づいてなくて、結構あんま分かんないもんなんですよ、バーンってなってもなっても、はい、で私が普通に立ち上がって、そしたら「いや見えてるよ見えてるよ」みたいなことを言われて、はい、ポロリしてるポロリしてるみたいなこと言われて、めっちゃ恥ずかしかったですね。ここまで大胆にする子いないよって言われて、ポロリはポロリでも、ポロリはあるかもしれないけど、血が見えとかじゃなくてもうこぼれちゃってたからでも爆笑、私もう全部出しながら爆笑みたいなやべーみたいな。じゃあ最後、自分の一番自信のある顔、角度何ですかこれ、んこの質問、はい、センスないですよこの質問マジで。え、あるんですか自分のその好きな角度とか。え、なんかこっちの顔面よりこっちの方がなんか自分的には今日は好き。あんまないんですよね、そんな。あんまり日によってとか。そう、日によって今日はちょっと前髪が重たいからちょっとこっちの顔にしようみたいな、そういう感じ。嫌いな角度の方が多いですね、それで言ったら。多いっつうか嫌いな角度はしっかりはっきりしてる下から撮られるのは嫌だしみたいな。これ使えます？全然大丈夫。半分くらいしか使えないんじゃないはい、夢見がアドレセンスの京香です。なんとこの度セカンド写真集キョンユーを発売しました。あの写真集にはですね、なんと特典でこんな生写真がついてきます。 A タイプから F タイプ6種類がついてくるので、ぜひぜひコンプリートしてください。こちらは C タイプになります。ということで、とてもね素敵な写真集になってるので、大人っぽい私を存分に楽しんでください。以上、京香でした。バイバーイ。